陽線包装式普通索道といいまして、太い2本のワイヤーロープが直径58ミリの支えた、四国は見えたりするんですか？細い2本のワイヤーロープが直径28ミリの引き綱で、この4本のワイヤーロープを使い運転しております。先ほど出発いたしました別府高原駅から鶴見三条駅までの、誰も見ないから湯布院ですよ。ソドロ歩きってやつだろ。でもソドロ歩き、まあ、でもこれ慣れたら本当すげえかもしれない。撮ってくれるかもしれない。1周ぐるりと散策できます。はい、お魚が入った橋、こういう感じがずっと、ああ、そうですね、なるほど、観光地なんだ。ここならだ、ここなら連れてきてもらう、かなり観光地だったんですね。知ってますか？生き物に餌を与えると徳が上がるんですよ。はい、タイはそうなんですよ。日本ですけども、鯉に、やばくないですかこれ。やばい、餌あげますよ。じゃあちょっと徳をあげたいと思います。いきますよ。やばい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 、怖い怖い怖い、ちょっとやばい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 、うわうわ、大丈夫これ、うわこれ、うわー、みんな口開けてるよこれ。あげてみますか、どうぞ。これ、はい、入ったらラッキーぐらい思って、あ、口の中に放り込む感じね。いや、来てるんでしょうね。あ、この人たちね、ここまで考えてるかな。あ、うまい、頭いい、頭いい。でも一匹がいくと、そうだね、こうなるね。ちょっとだけあげよう。うわわわわわわわ、来てるわ。ほら、真下が、もう入ったらラッキーだね。うわ、なんか、餅巻きってありますか、そういう文化。はい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 、はい、あんな感じですか。あ、すごい、やばい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 、こっちあげるわ二分させてる。うわ、やばい、こっちだわ。えい、おお、すごいすごい、えいえい、これで随分徳を積めました。ありがとうございます。